こんにちは、速稼塾の久保です。NHK 党の立花隆さんからこれね、小包といいますか、こういうのが来まして、なんとか郵便でしょ。ちょっと開けてみましょうか。これね、実はね、立花さんに電話でっていうか、最近はスマホっていうんですけども、スマホでちょっとお願いしたことがあって、本を送ってくれって言ってからね、で、送ってもらった本がこれでございます。なんとね、スパイっていうね、すごい本ですね、これをね、読むといいらしいです。で、早速読もうかなと思ったんですけども、あげるよって言われたんでね、じゃあくださいって言ったらもらいました。本当に送料も180円だけども、立花さんにおごってもらいましたね。これ NHK 党立花隆って書いてますね。まあ電話すれば出てくれるしね、ツイッターでダイレクトメッセージ送れば返事がすぐ来るしね、で、本くださいって言ったらくれるしね。なんか国政政党の党首といえば、あれ、自民党で言ったら岸田総理と同じ立場なんですよ。で、あと立憲民主党だったらね、泉さんとかね、だからこういうね、風通しのいいね、政党は好きですね、結構ね。このレスポンスの速さといいますか、これお願いしたの一昨日ですからね、もうすぐ来た本当によ、なんかよくやってくれるなと思いますよ。ありがとうございます。ついでに NHK の受信料も私は不払いを手続きしました。払ってたまるかということでございます。お疲れ様です。